じゃあ行きましょうか。はい、せーの。それではマッチ改めておめでとうと乾杯といきましょうか。おめでとうございます。乾杯。ミスミちゃん珍しいよ。取りながら飲んでる。おいしい。でしょ。いけるな。いける。わあ。全部飲んじゃった。いや美味しい酒ですよ。うまいですね。幸せだけじゃいけないよ。不幸すぎたいけないよ。わがまますぎたらなおいけないよ。嫌われるぐらいでちょうどいい。前までは一応人並みの人生を歩いてきた。何の疑問も感じないでね。ところがある日、世の中のしきたりや人間関係が急に煩わしくなって、
それからは風のように自由にさすらって生きることに決めたんだ。このボクシングジムに来たのも別に特別な理由があって来たわけじゃない。風に吹かれるままにさまよい歩いていて、ふと気がついたらこの貧乏ったらしいジムに流れ着いていたってわけだ。家賃が払えねえでもうすぐぶっ潰れそうなこのジムにね、同じ場所に2年もいるなんて俺らしくないけど、まあこれも何かの因縁かな。でもここには不思議な懐かしい匂いが溢れている。こんな匂いを子供の頃に嗅いだことあるような気がするんだ。おい今度お前どこ行ってたんだよ。2週間前にジムを出たっきり電話もしないとはどういうことだよ。ところで何してたんだ。俺がな、どこで何をしようがお前らの知ったこっちゃないんだよ。おいちょっと待てよ、それが昨日までだよ。だけど今日から違うんだよ。試合が決まったんだ。試合が来年の1月8日、相手はね、東日本バンタム級1位のジョー川口だ。試合？東日本バンタム級1位のジョー川口と？そう、試合なんだ。その試合に勝てばチャンピオンの挑戦権得ることができるんだよ。考えたこともなかったな、このジムから。おい、ちょっと待てよ。ジョー川口っていうのはさ、あの島崎とかっていう若い相手に決まってたんじゃないのか。ところがなんだよ、交通事故なんだよ島崎は。バン、ドン、全てがパー。交通事故？ふん、俺も舐められたもんだな。どこの馬の骨かわからないような坊やの代役とはよ。それに試合はさ1月の8日か、来年の。今日何時だか知ってるのか。知ってるよ。12月22日だ、うん、12月22、試合は1月の8日。試合まであとたったの18日間しかないんだ。この試合はいただき、そんな風に浮かれてるジョーの姿が目に浮かぶよ。俺はな、そういうのが気に入らねえんだよ。大嫌いなんだよ。おい、ちょっと待てよ。もちろんやるだろ。あのね、今の状況ならまたとないチャンスだよ。そうと決まったら練習だ。よし、練習だ。ちょっと待ってくれよ。馬勢のストリップじゃねえんだからよ。それに、誰もまだ試合をやるとは言ってないよ。いや、ちょっと待てよ。この試合に勝てばな、チャンピオンになるのも夢じゃないんだぞ。そうすれば金は入るし、人気は出るし、女だってそれすごいよ。おいおいおい、だったらあんたが試合すればいいじゃない。そうすれば金は入るし、人気は出るし、女だってそれはもう。俺はちょっと無理だな。いや、この試合断る手はないと思うよ、本当。言っとくけどな、俺はチャンピオンになるためにボクシングを始めたわけじゃないんだ。じゃあ何のために始めたんだ。あんたたちに言ってもわからないだろうが、なんかこの世界は変な理屈がいらないんだ。ただそれだけだ。わかる？全然。それで人生楽しいのかね、そんなに曲がってて。曲がってるか、確かに俺は曲がってるかもしれない。だけどな、曲がってるって言われようがなんだろうが、俺は俺のやりたいようにやる。ただそれだけさ。まだうじうじしてんのか。相手がジョー川口なんでビビってんじゃねえのか。めったにないチャンスなんだけどね。大将、飛び切り上等なシャンパンを用意しておいてくれよ。1月8日飛び切りうまい酒を飲ましてやるよ。勘違いすんなよ。俺はな、あんたたちのために戦うわけじゃないんだ。近藤、大丈夫か？つまんないんだよ。医者は
心配するな。骨はおろか、ひびも入っていない。昔の古傷がちょっとうずいただけだ。どうしようもねえ奴らだぜ、こいつら。自分たちは夢を作れないって言うんで、この俺に夢を託そうとしている。なんでもない。いや、相変わらずいいパンチだね。左側の少し余ってないの。じゃあ、今日のトレーニング始めようか。今日は練習やめとこう。試合まであと17日しかないんだぞ。時間経ってないっつんだから。いくら感動でもこのままでジョニーフルコーチさせると甘いんじゃないの。あんたたちに言われなかったらそのぐらい分かってるよ。だったらやろうよ。いや、今日はやめとこう。いや、だってさ、明日は年に一度のクリスマスイブだよ。街はクリスマスイブに浮かれてるんだ。そんな時にトレーニングなんてヤバだと思わないか。俺らにはな、クリスマスの生活ないんだよ。でもなんか今日のこといつもと違うね。うんか、おかしいんじゃないの。お前でもしかして。しつこいぞ。だったら大丈夫だ。俺はね、やるからには勝つ。きっと勝つ。ボクシングってスポーツがそんなに甘いもんじゃないってことぐらい俺だってわかるさ。それにジョー川口はボクサーになるために生まれてきたような男だ。あっという間に叩きのめされるかもしれない。そう、叫び出したいぐらい怖いさ。でもこの右手が良くなれば俺だって可能性はある。おい、今度お前に言うだって女が来てるよ。女？はい。俺に？そう。なんかの間違いじゃないか。いや、確かに近藤Masahikoさんに会わせてくださいって。22、3で色が白くて。髪の毛が肩まであって、バラ色の頬が真っ黒な人。いつもはにかんだような眼差しで。そうそう、それそれそれ。あいつ、とうとうここを探し合ってたか。そこにコウキとスナタロウで。はい、よろしくお願いします。シュー、はい、行くよ。電源行くよ。行くよ。行くよ。
Man, してるよ。俺、爪。
の先まで日本人だね。黒いカーニバル、黒い瞳が恋しい。おー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 おI'm not afraid to die.
りを解いてる。そんなに行くもんじゃないぜ、それは自信はあったし、あれはこれからだったし、ひどいもんだな、続くもんだぜ。俺も懲りずによくやっているな。乾いた喉がうなってる、プルタル引いて飲めば冷えすぎてて、私はと思うわ。お前上手に操るつもりか、いやいつか同じこと言った。寝起きに見た夢の中じゃ、タヒチで泳いでたら溺れたまま、ついた出来事知り、もう池にはまればちゃあ大変、医者すぐ忘れるたちだよ。外して外して、人よりずっと地球の上も笑っちゃうほど、夢を忘れかけた女一人、巡り合わせは僕の前の人で、疲れた顔してうつむく女。This night so mellow、 いつかは Heart Exciter、 Time pass so slow、 僕には何もできない。 If you need somebody to love、 あなたは輝ける。だけど時は誰かの愛があなたに捧げられたら、きっと映
美しく輝くだろう。Midnight so lonely, 市川果てさら。Time passed so slow, 僕には何もできない。ために生まれてきたんじゃないさ。貧しい国の子供がテレビで泣いている、静かに泣いている。働く父親たちはラッシュの電車の中で愛するものを想う、するべきことをするしかないのさ。一人の情熱は小さくて心に眠らせている。さまよう夜の街角、oh
ているさ嘘嘘フォーカス迷い込んだ迷路にもどかしさまみれたポルトソリュー気をつけろよ今日はフライデー嘘だらけのドラマの締め切り追われたらわきまえ使い捨てのルールがマジな顔で撮ってるそれでも何も言えない俺の街さガッシュ I say it, kick back
走る。あの頃は目の覚める男たちが生きていたよ。人生のリングサイド僕待つ俺は真実に飢えたまま。誰もがお前を待ち続けてるのさ。嵐を呼ぶキスで、アスファルトのジャグただ一人目隠しし渡るぜタイトル。最初男命張り Baby 生きていくぜ大将。おう大将思い出せ眠る野獣の血を降り注げ。それが大将。 One, two, three, let's go。マドンナの微笑みで傷ついた夢を癒すような優しげな女たちが生きていた。素晴らしい人生を教えなよ俺に。伝説の子供の笑顔を取り戻そう。 Exist
さ。お前に出会うまでこんな風に誰かを愛することなんて二度とないはずさ。 It's gonna be alright, yes we can make it right. 大丈夫さ、うまくなるじゃん。 It's gonna be alright, yes we can make it right.Thank you.
Yeah.
全然疲れてないの。本当に全然息も切れてないの。だってこんなに動いたコンサートやるの8年ぶりぐらいだもん。全然平気。ちょっと休まして。そうそうそう、じゃあいいよ、行こうか。オーライ、ワッシャー。風がバタバタなっている。街の外れの提灯で、はっ、俺とお前は真ん中にボトルを置いて酒を飲む。知らないロックでなし、あーグッとグッと飲もうぜ夜明けまで、夢のラッパを吹き鳴らせ。恋は
この貧乏ったらしいジムにも人並みに正月がやってきた。このどうしようもない奴らも一応は正月気分に浸って浮かれてるみたいだ。だがこっちはそれどこじゃないぜ。試合まであと1週間。別に恐れちゃいないけど、問題はこの右手だ。相変わらずこの右手の骨がキリキリと痛んでいる。それとあの女、もう10日もここにへばりついて離れようとしない。なぜだか知らないけど、みんなで寄ってたかってこの俺を昔の時間の中に引き戻そうとしている。できることならこの両手で抱きしめてやりたいさ。でもな、2年前の春だった。桜の花の中にあいつが立っていた。いつものように少しはにかんだような笑いを浮かべて、男が一人ヤクザの酔っ払いに絡まれて困っていた。俺が助けようとしたらやめてって、あいつは喧嘩の輪の中から俺を連れ出してくれた。それから二人で公園を歩いた。暗くなるまで。春の風と桜吹雪の舞う中を、子供の頃の話をしながら、私も旅してみたい、そんなこと言ってたっけ。それから3日後に、俺は行き先も告げずにまた旅に出た。風になった。そしたらあいつ、そうやって俺に恨みがましい目を向けたって何も始まらないぜ。これからはせいぜい自分の手で夢をつかもうと心がけるんだな。そうすれば妙な後悔もしなくて済む。そう、俺の右手の骨は折れてるよ。ちょっと力を入れてパンチを繰り返すと針で刺されたように痛い。ジョーとは左手一本で戦わなくちゃならないだろうな。つまりほとんど勝ち目はないってわけだ。それから喧嘩、確かに俺はあの場所にいたさ。刑事が来たのはそのためだ。あの女はお前たちにとってもとんだ厄介者だったってわけだな。そんなに思い詰めた顔すんなよ。全てがダメだって決まったわけじゃないんだから。たとえそうだったとしても、そのうちいつかきっといいことがあるさ。人生ってそんなに不公平にはできてないと思うな。気ままになれよ。気ままな鳥に男の夢をたぎらせながら。
な。よし、じゃあそうと決まったら問題を一つずつ解決していこうじゃん。ああ、うん、そうだな。まずは右手の骨折だな、うん、これか。よし、左手一本で戦う。だから右手でガードして左手でパンチを繰り返す。なるほど、サウスポーで食ったわけだ。それで勝てるってわけじゃないけどさ。じゃあいい試合だな。いいよな、いい試合さえできればいいね。残るは喧嘩だが、これはあの女が証言してもらうのが一番。なんせあの女1から10まで全て目撃してるんだから。問題は刑事が信じてくれるかどうかだけど、もしもの時は俺に任せてくれ。どういうことかそれ。いや、何でもない。とにかく俺はあの女を探してくる。え、なんだなん、なん、なんかさ、うん、ちょっと言いづらいんだけどさ、ここだけの話だよ。どういう関係なの？あの女と俺の関係？ああ知りたい？いや、もんのすごく知りたい。あの女と俺はね、あのね、それは、秘密。大変だ！あの女が、それは違うだろ。あ、総理、ごめん。あのさ、ところで、あの女見つかったのか。まずはいいからさ。よし、練習だ。このさ、近藤の左手にさ、俺たちの命がかかってるんだよ。え？ちょっと待てよ、お前。俺の左手、俺たちの命って、俺そういう言い方は納得できないんだよ、お前たちの。いや、世の中にはな、納得できない話だっていっぱいあるんだよ。分かった。お前ら、あの女の居場所が分かったんだろな。あ、どこにいたんだよ。どこにいたんだよ。いや、それがジョーカーのうちのボクシングジム。なんだって。本当、お前どこ行くんだよ。ジョーカーのうちのところに行ってくるよ。あの女に待ってくれ。本当、あのな、あの女、俺の妹なんだ。ジョー川口。今度、あんたいい妹を持ったな。妹の口利きで桜の声の件は全て決着がついた。だが、右手の骨が折れてるね。とんだ災難だな。なんだったら明日の試合延期してやってもいいんだぜ。ここでお願いしますって両手をついて頼むんならな、さもなければ明日のリングをお前の墓場にしてやるぜ。叫ぶな。今の俺はな、一人じゃないんだ。今度の試合だって俺たち三人の試合だ。ジョー、明日の夜リングの上で再会できることを楽しみに待ってるぜ。子供の頃、妹と二人でよく川岸で遊んだ。そこにはいつも風が吹いていて、通り過ぎていく風を体に感じながら、いつかこの風になりたいと思っていた。風になって自由に旅をしてみたいと思っていた。そして俺は風になった。いや、風になれたような気がしていた。でもそうじゃなかったんだ。ふと気がついたら、この生温かい世の中の煩わしさ、それにどっぷりと首まで浸かってしまっていた。
そのすべては2年前にこの貧乏ったらしいジムに流れ着いた時から始まった。今夜俺が試合をすることを聞きつけて妹が訪ねてきた。あいつも風になりたかったんだろう、きっと。でもあいつは風にならなかった。風になる代わりにあいつは花になる道を選んだんだ。男は風に、女は花に。とにかく今夜何かが始まる。もしかしたら何かが終わる。よし、今度いよいよだな。今日は絶好調らしいよ。そんなことどうでもいいよ。でもさ、無理だけはするなよな。妙なところで歯を食いしばってもさ、そんなこと どうにもならないって。急に変わっちゃったな。あんたたちらしくないよ。でもな、今度いいか、絶対ガードだけは下ろすんじゃないぞ。ジョーの右を食らったらそれっきりだ。こうなったらな、今は精一杯やるしかないんだ。近藤、実はどうしても言っておかなくちゃならないことがあるんだよ。もういいんだよ、その話は決着がついたんだから。それじゃあ、俺思い出したんだよ。桜の公園でヤクザの酔っ払いを殴りつけていた男の顔をな。あれ確かあんただったな。近藤、もういいんだ、もう済んだことだ。悪かった。もういいって。近藤、近藤、これ俺たち二人からのプレゼントだ。今夜のリング、このガウンを着て上がってくれ。なけなしの金をはたいたってわけか。いや、そんな高くないんだけどね。気持ちだけでありがたいよ。でもこの刺繍も近藤の妹さんが。妹が？俺、今夜の試合、勝っても負けてもここを出ていくよ。なんかさ、この暖かい空気が俺には似合わないような気がする。本当。また風になるよ。ちょっと寄り道しちゃったけどさ、また旅に出て風になる。見果てに夢を追いかけながらさすらい続けるさ。そうやって生きていこうって決心したんだ。悲しみと戯れている女、夢を両手いっぱいに抱えた少女、不思議と嫌いな人間に出会わなかった。どうしてだかわからないけど、誰一人として嫌いだった人間はいなかった。この二人だった。もう二度と会うことはないだろうけど、俺この二人のことを一生忘れないだろう。赤コーナー、東日本バンタム級チーム、ジョー川口。青コーナー、東日本バンタム級8位、近藤正彦。近藤、おっと、足が乱れた、体勢が崩れた、ロープに詰まった、危ない、ピンチです、右、左、右、ものすごいラッシュ、今度は左、右だ、パー、ダウン、ダウンです、どうだ、立ち上がれるか、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン、テン。これで終わった。これで全てが終わった。また明日から風に戻れる。
ちいいな。気持ちいい。ほんと気持ちいいわ。ありがとう。どうもお世話になりました。ありがとうございました。また。どうも。電話入れるわ。